甲島を望む石破海岸に2004年に建てられた100匹目の猿現象発祥の地の石碑。2012年から2019年の間に撤去されている100匹目の猿現象とは生物学の現象と称して生物学者のライアル・ワトソンが創作した架空の物語である。宮崎県串間市の甲島に生息する日本ルの一頭が芋を洗って食べることを覚え、 同行動を取る猿の数が敷地を超えた時その行動が群れ全体に広がり、さらに場所を隔てた大分県高崎山の猿の群れでも、突然この行動が見られるようになったという筋書きであり、このように、ある行動、考えなどがある一定数を超えると、これが接触のない同類の仲間にも伝播するという、超常現象の実例とされていた。ローレンス・ブレアの1976年の著書、 リズムス・オブ・ビジョンザ・チェンジング・パターンズ・オブ・ビリーフの序文を書いたライアル・ワトソンが日本で起こった話として記したものが書出とされる。ワトソンの1979年の著書ライフ・タイドでは、鹿島で実際に起きた猿の芋洗い行動を河井正浦の論文を出典として紹介するとともに、鹿島ではこの後に異常が起きていたとして、個人的な逸話や 霊長類研究者の間に伝わる現象をもとに、詳細を即興で創作したとして、現象の詳細が記された。1982年には、この現象を、各兵器廃絶運動に用いるべくケンキース・ジュニアが、ザ・ハンドレス・モンキーの題で出版した。100番目の猿では、詳細が記されているとして、ワトソンの生命潮流を挙げていながらも、 この現象を創作ではなく事実であるとしている。しかし、ロナマンドソンが調べたところ、ワトソンが芋洗い行動に関する出典として挙げていた、河合の論文からも、ワトソンが述べたような急激な電波事態が、甲子までは実際には起きていないことが判明した。この調査結果は、スケプテクル・インクワイヤラー1985年夏号で発表された。これに対しワトソンは、 コール・アース・レビュー1986年秋号にて、アマンドソンに返答し、この現象は実在するとしながらも、こうしまで起きていないことは認めたという。後にマーカス・パッセルが可愛いにも確認したところ、ワトソンが主張するような現象も伝承も見聞きしておらず、そもそも、幸い党内でも芋洗い行動は、他の群れにまで広まっていないとのことだった。ワトソンは、現象の論拠として、 川村都三造の論文を唯一挙げていたが、そこにもワトソンの主張を裏付ける記録はなかった。日本でもこの話が虚構であることは1990年の別冊宝島、1995年の科学朝日などで指摘されていたが、1996年に船行きをの100匹目の猿思いが世界を変えるにて、シェルドレークの仮説の実例としてワトソンの 生命潮流からこの話が紹介され、船井の支持者らニューエイジ関係に広まった。船井によると、この現象は1994年に科学界で認められたというが、具体的な説明はない。また猿の行動に関して、今西金次長人類の誕生世界の歴史一に詳細が書かれているとしているが、そこにも船井やワトソンの主張を裏付ける記述はない。 2016年にもハフィントンポスト日本語版にて、この現象が事実として掲載された。100匹目の猿現象発祥の地発祥の地コレクション八徳島、宮崎、グーグルマップス八徳島、宮崎、グーグルマップス、ローレンス・ブレア、超、自然学宇宙と意識のリズム P2 ライアル・ワトソン、生命潮流35冊。 P209 ケンキースジュニア100番目のサル P28 ケンキースジュニア100番目のサル P29 カワイ M ニューリーアクワイドプリーカルチエルビヘイビアオブザナチュラルトループオブジャパニーズモンキーズウォンコシマアイレットプライメイツロク1から30 1965 AB みんなの思いが奇跡を起こす100匹目のサル現象頂上現象の謎解き コミティフォーザ・サイエンティフィック・インベスティゲーション・オブ・クレイムズ・オブ・ザ・パラノーマル・ CSI ハット・ザ・ハンドレス・モンキー・フェノメノンハット・シニア・リサーチャー・コメンツオン・ザ・ハンドレス・モンキー・フェノメノン・イン・ジャパン CSI ハット・カワムラエス・ザ・プロセス・オブ・サブカルチュラル・プロパゲーション・アマング・ジャパニーズ・モンキーズプライメート・ソーシャル・ビヘイビア1963実際のタイトルはザ・プロセス・オブ・サブ カルチャープロパゲーションアマングジャパニーズマッカックス。同名の論文は1959年のプライメーツが初出。ライアル・ワトソン、生命潮流35冊、P209、桜光る、伏見鷹を、猿の芋洗いは果たして文化化清水和夫、半角都市伝説、100番目の猿の発信源、船行きを、100匹目の猿、思いが世界を変える2冊。 P24 船井幸夫百匹目の猿思いが世界を変える2冊 P24 田辺敏夫百匹目の猿現象ハフポスト2016年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年5月2日閲覧ありがとうございます